次に寺田学君、寺田君。立憲会派の寺田です。下村さんとは、党派は違いますけれども、不登校の子どもたちの教育の場を作ろうと、フリースクールの支援と一緒にやってまいりました。まあ、そういう間柄でありながら、こういう形で今質問することに複雑な気持ちはありますけれども、国民が求めている真相解明に向けて、ぜひともお力を貸してほしいというか、正直に話していただきたいと思います。期待しています。まあ、この事件が明らかになって、さまざま会見を開かれてお話をされましたが、下村さんが唯一、いわゆる重要な会議だった8月の会議の存在を初めてお話になりました。他の幹部の方々が、あえてかどうか分かりませんけれども、その存在自体も会見の中でお話しなかったにもかかわらず、下村さんがお話しすることによって、そこが焦点が少しではありますけれども、絞られていったというふうに思いますので、ぜひ、端的に質問しますので、端的にご回答いただければと思います。で、8月のそのいわゆる会議のことですが、今までの政倫審の中で、意見が食い違う部分がありました。この8月の会議の中で、いわゆる還付を継続をすることを、塩谷さんは、まあ、緩やかな中で決まっていったんだというようなご答弁、まあ、お話がありましたし、まあ、一方で世耕さんや西村さんはそこでは何も決まっていないという話でした。これいかがだったんですか。下村君。8月の会議はこの還付を継続するかやめるかという話が、まあ、本来中心ではなくてですね、安倍会長がお亡くなりになった後の清和県の会長等派閥の今後の運営の仕方、そして安倍会長の葬儀への派閥の対応等が中心でありました。まあ、その中で5月に清和県のパーティーがあり、4月には全員に還付はやめるということを連絡をしたにもかかわらず、まあ、4月から5月の間ということで、すでにもうチケット売っている方もいらっしゃったんだと思いますけれども、還付についてノルマ以上の売り上げがあった人から還付をしてもらえないかと、戻してもらえないかという話がありました。で、8月の会合でも還付はやめるということが前提との議論です。で、その時にその還付そのものが不記載があるとかという認識は私に全く持っておりませんでした。その中でじゃあ還付をやめると、しかし何らかの形で、戻すということを考えたときに、還付以外の戻し方の問題として、個人の派閥パーティーを開いたときに、そのときに派閥が、パー券を購入して、そして協力をするという形が取れるのないかということで、まあ、議論になりましたが、まあ、テーマが他にたくさんありましたので、それについてもじゃあそうしようという結論が出たわけではありません。ですから最初から申し上げますと、そもそも8月の会合で還付を継続するということを決めたということは全くありません。寺田君。まあ、それとともに先ほど井出さんもお話がありましたけれども、下村さんの年始の会見ですよね。まあ、その中である人から個人の資金集めパーティーのところに上乗せをしてですね、収支報告書で合法的な形で出すというのはあるのではないかという案がですね、あったと思いますと。ただ一方でこのことに関して、世耕さんが政倫審の中でお話ししましたけれども、私は上乗せなんていう案は出ていないと思っていますと真っ向から否定しています。これ8月の会議で上乗せをすると、個人パーティーに上乗せをするというお話はあったんじゃないですか。下村君。はい。先ほど申し上げましたように、まあ、そもそも還付はやめるという前提で8月も議論がありました。まあ、その中で、先ほど申し上げましたが、5月の派閥の総会で、資金集めパーティーで、まあ、すでにノルマ以上の売り上げがあった人から何らかの形で戻してもらえないかということが上がってきたと。まあ、それに対して還付はしないと、しかし還付に代わるやり方として個人が資金集めパーティーをしたときに派閥が
パーティー券を購入する方法があるのではないかと、まあ、いうことで、それは合法的な形でできると。合法的な形というのはつまり、派閥で個人のパーティー券を買うのは150万円以内という意味での合法的な形ということであります。ですから、その還付が不記載であるということは私自身知りませんでしたし、またその前提で話をしたわけではなくて、還付に代わる形としてのその個人のパーティーに派閥として、協力できる方法が取れるのではないかという話があったということです。寺田君、年始では上乗せ案と言ってるんですよね。で、引用の仕方が今下村さんがご説明されている内容はどういうふうに表現しても上乗せではなくて、派閥から単純にその個人のパーティーのパーティー券を買うってだけの話ですので、上乗せという話ではないです。これ上乗せ案という言い方をご披露されたことからここは今広がってるんですが、上乗せ案という言い方ではなかったんですか？下村君、私の認識としてこれまで派閥が個人のパーティーの会で購入するということはなかったと思います。ですから個人の立場の個人のパーティーで言えば、派閥がそれを協力をするという意味で上乗せという言い方を申し上げました。寺田君、素朴な疑問なんですが、ノルマ以上に買ったものに対して個人に返すときに、わざわざその個人が開いているパーティー券を派閥で買うんじゃなくて素直に寄付すればいいと思うんですが、なぜ素直に派閥から寄付、これ他の派閥でもみんなやってることで、それは合法なわけですから、なぜ素直に派閥からの寄付をするというアイデアが出なかったんですか？下村君、4月の時に安倍会長から還付はやめるという話があって、そしてその後手分けして還付はやめるということを皆さんに連絡をしておりました。ですからそれを復活するということは全く8月の会議で念頭になかったということであります。寺田君、繰り返し質問するのも時間がもったいないのあれですけれども、これある方が言ったという話になってますが、どなたかご記憶ないんですか？下村君、還付をやめる、還付に代わる形で、売上についてノルマ以上の人たちに対してどういう戻し方があるかということの中で、個人がパーティーを開いたときに派閥がパーティー券を協力をするということについて、まあ、いろんな話がいろんな方々から、まあ、そういう方向いいのではないかと議論がありました。ですから1月31日の記者会見の時も、こう特定できる記憶があったわけではありませんので、ある人がということを申し上げました。寺田君、次に進みます。世耕さんの政倫審を聞いていて、にわかに信じがたいことがたくさんあったんですけれども、まあ、世耕さん、参院の派閥会長を約8年ほど務められていて、まあ、もちろんこの大事な会議と言われた4月8月にも出席しますし、まあ、5人衆と言われる方の一人になっています。で、まあ、お金の取り扱いは、まあ、全体の派閥会長ということもあるでしょうけれども、まあ、会長案件だということで非常に重要なポストを長年務められていたにもかかわらず、参院の政倫審の中では選挙の年にはノルマを課さず売上すべてをもう、まあ、キックバックしてたということの事実は認めておりましたけれども、その中でこれいつから始まったんですかということに関して世耕議員は、残念ながら私は何の相談も受けていなかったので分かりません、いつからあったかも分かりません、誰が決めたかも分かりませんというお話をされています。このような重要なポストを約8年近く務められていて、この全額還付の方針を派閥会長、派閥の参議院の参院派閥会長を通さずに決めることができるのか、それと継続し続けることはできるのかと、すごく素朴な疑問を持つんですけれども、いかがお感じになられますか？下村君、まあ、私も参議院において選挙時に、ノルマがないと、まあ、いうことについては全く存じ上げてません。ですから、そもそも、まあ、還付が不記載であったということについて知ったのは、今年の清和県の最後の総会の時に改めてその時の幹部から話があって知ったということでありまして、参議院のそのことについては全く承知していません。
寺田君。下村さん自身がご承知なかったことは、まあ、理解してますが、そういう派閥の中で、まあ、40人以上束ねる参議院の派閥会長ですよね。大きなポストだと思いますよ。その方がこの方針を知らないというのをにわかに信じることができないんですが、そういうもんなんですか。下村君。ちょっと参議院のことはちょっとよくわかりません。寺田君。残念です。もう一点、まあ、一番大事なのはなぜ安倍会長が決めた幹部を辞めようという判断が覆ったのかというところです。で、まあ、4月に幹部を辞めようと安倍会長が判断してもかかわらず結果として幹部は続いて、まあ、どなたに問いただしても政倫審で問いただしても誰が決めたかわからないという話をされています。まあ、当たり前のことですが、これ松本事務局長が決めたってことはありえないですよね。島村君。まあ、私自身がいる場所で、そして決めたということは全くありません。ですから、まあ、いつ誰がどんな形でどのように決めたかというのは私自身本当に存じ上げておりません。寺田君。まあ、この件に関しては4月の会合、8月の会合、8月の会合で何が話されたのかということを、まあ、多くの議員が問い重ねているんですが、実態がわからないです。で、ただ、まあ、今回下村さんに対して質問するにあたって、この周辺の時系列でいろいろなこと、何が起きていたのかということを調べました。で、私自身それを調べた上での、まあ、革新的な結論ですけれども、この意思決定をしている主体というのは4月8月で連鎖しているように見えて、私は連鎖していないんではないかなと思うんです。まあ、言ってみれば安倍会長がお亡くなりになったことでかなり物事変わったんじゃないかなというふうに様々な報道及び発言を見て思うんです。で、もともと下村さん自身というのは、安倍会長がご存命の時には安倍会長から安倍派四天王と言われるぐらい重用されていたというのは記事で何度も見ました。しかし安倍会長が亡くなった7月を機に大きく事情は変わったんだと思います。で、文藝春秋で森功さんがインタビューというか、まあ、ドキュメントを作られているんですが、この中でご本人たちの発言も含めてなんですが、安倍さんが亡くなられて数日後のお通夜の日に、いわゆる五人衆と言われる方々が赤坂の料亭に集まって会合をしています。で、その場になぜか塩谷さんだけお招きになって6人で話していると。同じように会長を代理代行であった下村さんは呼ばれなかったというのがまずここ一つです。で、時を同じくして、数日後の8月1日に2022年8月1日に正論という月刊誌の中で発言をされている森喜朗さんの発言なんですが、その中で安倍派については今すぐ総裁選に出られる候補者はいないと。で、中略しますが、誰かが協力してやっていかなきゃいけないと。で、その中で5人、松野、西村、萩生田、高木、世耕、まあ、この5人が自然と選ばれてくるんだと。で、それとともに言われているのが、みんな一致していることは下村博文だけは排除しようということだということをはっきりと、安倍さんが亡くなられた直後8月1日の月刊誌ですから、おそらく出向されているのは2週間ぐらい前ですので、相当早い段階でこのことをお話をされていると。で、森さんがどれぐらいこの派閥のことに関与しているのかいろいろ調べてますけれども、まあ、安倍会長が7月8日に亡くなられた後に、先今紹介した通夜の時に5人衆が集まって塩谷さんが合流したと。その後8月1日に森さんが正論で5人、まあ、5人衆のことを、まあ、選び、そして下村博文だけは排除しようという話を出した。その後朝日の報道によると、森岸田らで会食で5人をそれぞれ輝く存在してほしいというふうに要望した。8月10日、まあ、当然ながらこの中でその5人の徴用が決まった。で、その後も10月10日森さんから西村、萩生田、世耕の集団指導体制はどうかという提案を受けた。まあ、年を越すと、越したで報告新聞の中で森さんが後継候補として5人衆を論評したり、3月23日には都内の会合でどこかで誰か1人に絞らなければいけないと。で、その後も森氏と5人衆が派閥の読みで意見交換ということになってます。で、
もう極めつけなんですけれども、先月の産経新聞ですけれども、会長なき安倍派、なお影響力もというタイトルの中で、鍵括弧、一旦森さんに相談しないと怠れば義理を欠く。安倍派幹部の一人は自身の衆議院政治倫理審査会への出席の可否を判断するにあたり周辺にこう漏らした。正直信じがたいんですけれども、政倫審に自分が出るかどうかを森さんに判断を報告しなきゃいけない、半ば相談しなきゃいけないというような状態になっていたと。まあこういうことは下村さんも十分ご承知だったと思いますので、昨年の、まあ、民放の放送の中で、ここまで邪魔されるとは思わなかった、まあ、森さんに関してですね、政界を引退した森氏に影響力が残っているのは残念だと、人事のことを言うならもう一度国会議員になってやればいいというぐらい吐露されています。これ端的にお伺いしますけれども、森会長は安倍さんが亡くなられた後、安倍会長が亡くなられた後、人事のみならず派閥運営に対して大きな影響力を持ってたんじゃないですか。下村君。今いろいろとお話をしていただきましたが、まあ、いずれも私自身その場所にいたりとか関わったりしておりませんので、全くそのことについては私自身は承知しておりません。寺田君。これ8月の会合ではいわゆる4月に集まった中で安倍会長だけが、まあ、お亡くなりに抜けて、そこの場でいろいろ議論されているよう、まあ、そこで決められていくような形がクローズアップされていますが、実態としては安倍会長が亡くなられた後は、まあ、もちろん派閥の中には副会長やら何やっていらっしゃったと思います。実質的に決めているメンバーというのはこの5人衆と、まあ、塩谷さんが森さんに逐一さまざまなことを相談しながら派閥の運営のあり方、まあ、実際のところ人事に関しては表に出ているだけでこれだけ口を出されているわけですし、ご自身としてもそれを感じたからこそ民放の放送であのようなことを言われたと思いますので、実質的にはこの5人衆と塩谷さんと森さんの中で物事を決めていく、それが派閥運営だったんじゃないですか。下村君。8月の5日の幹部の継続はこれは決めてないと、決まらなかったと。しかしその後決まったと。その後決まった中で私自身がそれに立ち会ったとか関与したとか、あるいはその会合に出たということは全くございません。どこでどんな形で決まったかは私自身は全くわからないということであります。寺田君。森さんのことをお伺いしたいんですよ。派閥運営に対して人事に対してはご自身が言うとおり口出してますよね。派閥の運営時代に対しても、まあ、先ほど産経新聞で紹介しましたけど、政倫審に出るかどうかを相談するぐらいですよ。かなり影響力強かったんじゃないですか。違いますか。下村君。まあ、そのことについて私他の方から聞いたことは実際ございませんし、もちろん私も相談することはありませんので、そのことについては全く承知しません、してません。寺田君。時間も限られてますので、いつからこの還流の仕組みが始まったのかという話を最後にしたいと思ってます。で、これは政倫審で塩谷さんが重要な発言をされてます。1990年から1996年の在職時には、まあ、幹部はなかったと。でその後2003年に戻ってこられるんですけど、2003年以降戻ってからは存在していたと。で萩生田さんも同じようにお話をされてます。私が初当選の頃から安倍派、初当選私も一緒なので2003年で、2003年の頃から安倍派は同じルールで会計処理をしてきました。それは販売ノルマを超えた分は活動費として派閥から戻す、それはこちらで処理をしているので収支報告書には載せなくていいというものでした。2003年からそういうようなルールがあったということを萩生田さんは認められていると。これ下村さん自身は初当選1996年ですよね。塩谷さんが言われている1996年まではなかった。でそれ以降2003年にはあったと萩生田さん証言されているわけですから、この間に何があったかことだと思うんです。まず当選された時に派閥の会長どなたでした。下村君。1996年は三塚博史会長であったというふうに思います。寺田君。その後、まあ、大きな政治
政治資金に対する法律が変わりました。1999年です。まあ、個人のいわゆる政治団体に対して、資金管理団体に対して企業団体献金が禁止されて、まあ、その後いわゆる派閥パーティーが膨らんでくると思いますけど、1999年こういう法改正になった時の清和研の会長はどなたですか。下村君。1999年は、森会長の時になるでしょうか。寺田君。森会長の時になっていると思います。いずれにせよ今さまざまな塩谷さんの証言、萩生田さんの証言、それ照らし合わせるとその時にこの還付の仕組み、不記載の仕組みも始まったということが状況的にはほぼ明らかになってきているんです。これさまざま今回明らかになったことによって、当時は知らなかったかもしれませんが、明らかになったことによっていつから始まったのか、さまざま同僚議員、先輩議員、後輩議員の皆さんとお話しされると思いますが、いつから始まったというふうにこのことが分かってから下村さんとしてはお感じになられましたか。下村君。まあ、今回の問題が起きてからいろいろと今ご指摘のような報道も含めてですね、私自身も清和研の仲間と話したことがありますが、まあ、実際私自身先ほど申し上げたように、少なくとも2018年まではこれは還付そのものを受けておりませんでしたから、そもそもそういうことがあったということも承知していなかったと。そして初めて還付があったというのを承知したのは2022年の4月ということであります。ですからいつからということははっきり申し上げることは私自身はできません。ただ少なくとも長年の慣行の中で会長と事務局によってこの収支報告書の記載が行われていたと、まあ、いうことについてはこれは派閥の総会最後の時に話がありましたからそれは分かりますが、確定的にいつからということは私自身は分かりません。寺田君。時間に なりましたので終わりますが、まあ、こういう機会を相当苦労しながら丹羽さんとも含めて成立し開いてきてますが、残念ながら真実を少しでも解き明かそうという姿勢が出席される方々にないというのは非常に残念です。前回私塩谷さんにも質問しました。でその中で、言うなと口止めした議員は誰なのかということを自分自身で、まあ、宮沢さんに対して聞いて報告するというふうにお話ありましたが、その報告もありません。会長これは会長に預かっていただいてしっかりと審査会の中でお話された内容ですので塩谷さんから聞き取っていただきたいと思いますが、会長いかがですか。はい、幹事会で協議させていただきます。幹事会今後とも開くということになりますので、今後ともこの件に関して政倫審のみならずさまざまな面で、真相究明をやっていただきたいと思います。今ご覧いただきましたのは立憲民主党寺田学議員によります、政倫審での下村博文さん、白文さんのへの質問でありました。まあ、下村氏というと寺田学さんはですね、子ども教育の問題などで連携してきたと。まあ、私も下村氏の本は持っていて、彼はいわゆる世界幸福度ランキングを重視して、いる方で、去年総裁、おととしか、総裁選に、出ろうとしてたんでしょう。マニフェストの本を出して、いました。まあ、寺田氏じゃない、下村氏自ら政倫審に出るって、言い出したので、他の人が終わった後ね、何か言うんじゃないか、暴露するんじゃないか、っていう期待が、一部では、持たれていました。
当然事務総長も務められた、長く務められた方で、議員歴も長い、93年初当選ですかね、安倍さんと一緒ですけども、ベテラン、大ベテランですから、何か、ひょっとしたら、爆弾を、男みたいに、言うんじゃないかって、期待されましたが、結局は、知らない、存ぜぬ、私はその時いなかったということで、ありまして、不発に終わったということが残念でなりません。それでは失礼します。